腕首の怪我で戦列を離れていた女子テニス元世界ランク8位のカロリーナ・ムチョバ、チェコ、現34位が、間もなく開幕するツアー大会ロスシー国際、6月24日、29日イギリスイーストボーン、シバコート WTA500 で約10ヶ月ぶりに復帰する。そして復帰戦に先駆けて応じたチェコメディア、キャナルプラススポーツ CZ の取材では、 今後のプランを簡潔に語った。動画、右腕の包帯を外して芝のコートで練習を再開するムチョバ。強力なサービスや多彩なプレーを武器に活躍してきた27歳のムチョバは、昨年6月の全仏オープンで自身初の四大大会決勝進出を果たすと、勢いそのままに9月の全米オープンでもベスト4に進出。11月にはキャリアハイの世界8位をマークし、 大きなインパクトを残した。ところが全米以降は右手首の負傷に苦しみ、初出場が決まっていたシーズン最終戦、WTA ファイナルズも無念の欠場。一時は回復したものの今季初頭には同箇所の痛みが再発し、1月に行われたシーズン最初の4大大会、全豪オープンも出場自体を余儀なくされた。2月には右手首の手術を決行したムチョバ。 ほどなくして自身の SNS で、手術は無事成功しましたと報告したが、その後もツアーには復帰できず苦しい日々を送ってきた。そしてついにロスシー国際で昨年の全米準決勝以来となる実戦を迎える27歳の名手は、今回のインタビューで直近の復帰プランを次のように明かした。今週末にはチームと共にイーストボーンに飛び、ウィンブルドン、7月1日、14日イギリス・ロンドン、 芝四大,大大会に向けていくつかの試合をこなしたい。ウィンブルドンの後はクレーコートに戻ってツアー大会かパリ五輪。テニス競技は7月27日、8月4日に出ることになると思う。